ませ。はい、空いてますか今日。ちょっとだけかけてお待ちください。はい。僕座る席ここですか。そうそう、ちょっと消毒するんでちょっと待って。はい。待ってます。カリスマ店長、はい、注文いいですか。どうぞ。ビールください。の、ダメダメ。はい、じゃあビールいただきます。カリスマ、この店はビール飲めるんやね。よかった。じゃあいただきます。まあビールと言ってもノンアルしか今ダメなんでね、緊急事態宣言中なんでね。ということで今日の1本目はこれ、アサヒドライゼロいただきます。はい、では行きます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。やっぱり居酒屋で飲むビールはうまいね。そんな感じです。もう今日は注文していいかな、おつまみ。シャンプーしようかな。おつまみってシャンプーせな出てけへんの？はい、じゃあ最初はシャンプー入ります。カリスマ、はい、ポイント貯まったから今日何？ヘッドスパついてんの？そうそう。じゃあヘッドスパもお願いします。ではシャンプーお願いします。こんなもんですか。はい、重いね。重いね。はい、カリスマ、これは何何でしょう。なんかシューって言ってて、なにこれ、なんかドライヤー新しい。うん、なんなのこれ。なんですか。ミストです。ミスト。ミスト、なんのためにやってるの。まあ、フェイクか。フェイクか。こんな感じでやってます、ミスト。以上。はぁ、いい風呂やったなぁ、カリスマ。ここ混浴やったよな。ここは風呂もついてるからね、この居酒屋さんは。カリスマ、風呂上がったからビール飲んでもいいよ。いいですよ、マッサージしてるけど大丈夫かな。やっぱりここはマッサージ付きやね。そうそうそう、うん、いいわ、本当に。なんか温泉来た感じ。うん、なんか染み渡る。染み渡るわ、やっぱり。うん、喉乾いてたもんな。うん。カリスマ、はい、電話貸して。あ、タコゾウさんですか。あ、タコゾウさん、出前してくれるかな。たこ焼き、たこ焼きのたこ焼き。タコゾウさんって種類ないやろ。うんうん、それでまあいつもの感じで。はいはい、よろしく。そんな感じです。カリスマ、注文いいですか。チキンマックナゲットください。はい、どうぞ。はい、自分で取りに行きます。はい、今日の一品目はこれ、チキンマックナゲットですね。そして今日のソースはこれ、新しいソースで、ピリ辛ガーリックトマトソース。これね、美味しいからね。では早速いただきますよ。はい、いただきます。
ね。本当もうちょっとピリ辛でもいいけどね、これは。こんな感じです。はい、いただきます。うん。ビールに合う、そんな感じです。あ、頑固親父さんどうしたの？今タコゾさんに注文したんやけど。だからタコゾさんまで取りに行って持ってきました。あ、タコゾさんの配達員もやってんの？はい、あ、ありがとうございました。はい、これ雪塩たこ焼きですか？いや、違います。何？タコさんは岩塩なんで、岩塩たこ焼き。岩塩たこ焼きか。はい、ありがとう。はい、ではおたこ焼き来たんでいただきますよ。こんな感じです。うん、あ、うまい。タコがうまいね。カリスマ、これどこさんのタコ使ってんの？はい、モーリタニアさんです。うまいね、さすがアフリカ。そんな感じです。はい、たこ焼きもう一個いただきます。うん、たこ焼きうますぎて1本目終了。そんな感じです。カリスマ、ビールもう一本ちょうだい。ない。あ、俺が取りに行かなあかんねや、コロナやから。ついうっかりね、注文しちゃうけど、今緊急事態宣言中やからね。では取ってきます。はい、2本目もやっぱりアサヒドライゼロいただきます。はい、では2本目アサヒドライゼロで乾杯。うまい。本当カリスマうまいね。なんてそんなさ、飲み食いしてる途中にハサミでカットできんねやからね。何の躊躇もなくやるからね。前回はバッサリ言っていただきましたけどね。そんな感じです。はい、ではまたまたナゲットいただきます。コロナが大変。はい、この中なんでマスク会食実行中。そんな感じやんね、カリスマ。はい、でもうまい。はい、ではちょっとたこ焼き、この岩塩たこ焼きやっつけちゃいますよ。さすがタコゾウさんのたこ焼きうまいわ。うん、ゼロに合う、そんな感じです。はい、ラストたこ焼きいただきます。うん、あ、ほんとビールが進むくん。こんな進んでるけど全然酔えへんね。なんでやろ。まあそれがノンアルっていうことかな。なあ、カリスマらしいです。なんかカリスマのドライヤーの音聞いてたら心が洗われる感じするな。なんかいい感じ。
さすがカリスマやね。うん、バッサリいってない？大丈夫？まだ大丈夫。もうちょっと切るの。なんかやばそうやね。すごい、いただきます。まあ、俺は構わず飲むわ。そんな感じです。カリスマ疲れてるんちゃう？いや、疲れてる。顔色悪いよ。休憩した方がいいから。うん、うん。はい、じゃあ休憩してください。はい。はい、カリスマ休憩中みたいですよ。休憩ってどこでしてるんかな。なんかその辺行ったけど、ちょっと見てみよう。あ、なんか人影が。あれ？カリスマ休憩してんの？これは何？これはチキンマックナゲット違うの？なんか食べてる形跡あるし、なんか口ゴムゴム今動いてたで。ねえカリスマ、お腹空いてたから具合悪そうやったのかな。どうぞ食べてください。はい、うん、これも美味しいね、本当に。やっぱり今なんかパクッといったの見えたけど、食べてたんちゃうの？違うの？なんかさっきとさ、ソースの減り具合も変わってるけど大丈夫？まあ俺も食べるわ。じゃあ、まあこれがあれやね、マスク会食っていうやつやね。そんな感じです。まあ俺も食べとこう。うん、今休憩中やからね。うん、俺、店内一人やからね。だいたいここ何屋さん？誰か分かる方、コメント欄にコメントしといてください。そんな感じです。ナゲットもうまくて、2本目終了。そんな感じです。元気出た。やっぱり食べると元気出る。休憩大事。うん、すごいね、うん、本当。お客おるのに休憩する店ってあんまりないけどね。さすがです。そうですね。お、あ、俺のやつ終わったよ。カリスマなんかちょうだい、飲むやつ。あ、それも俺自分で取りに行かなあかんのか。じゃあ取りに行きます。はい、今日の3本目はこれ、ノンアル気分レモンサワーテイスト 0.00。 はい、そんな感じでいただきますよ。はい、では3本目の乾杯。ノンアル気分もうまい。そんな感じです。やっぱり散髪中に飲むのはうまいね。ただこれも酔えへんやろな。 0.00 やからね。以上。うん、ノンアル気分に合うね。うん、カリスマはノンアル気分飲んだことあるの？ない。そう。どうやって散髪中に飲まないの？飲まないですか。あ、でも休憩中に飲むのか。休憩中飲まない、うん、休憩中ナゲット食べながら飲んでんねやろ。まあ、そんなカリスマです。なんかね、マスクしながら散髪すると中に体
髪の毛入ってきてめっちゃ変な感じ。しかもね、飲食しながらやるとめっちゃ口の中にも入るからね。めっちゃやばいねこれ、カリスマ。まあそれでも俺は飲むけどね。このマスクの中、髪の毛だらけです。そんな感じです。はい、ではダストナゲットいただきます。でもね、美味しいけど、いよいよダストになったよ。うまい。もう終わったんでカリスマ帰るわ。あ、まだ残ってるからこれだけは飲んで帰るわ。ということで終了。今日はこれで終わり。もういいよカリスマこれで。カリスマ俺もう帰る。もう用済んだから帰る。そんな感じで今日も見てくれてありがとう。もうめっちゃ髪の毛マスクの中入って喋りにくい。まあそれでもいいけどね。うん、ということで今日はこんな状態なんで、カットでいきますよ。コメントとグッドボタン入れといてくださいね。そんな感じで今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。ヒエラピクー。カリスマも終わったの？終わった。じゃあもう帰っていいかな。え、まだ何すんの？え？まだダメって何すんの？カリスマ、それはなんか仕上げ？何してんの？カリスマ起きてるか？それ何つけてんの？なんか光るやつ？バーベキューソース。バーベキューソースつけてんの？そんなんつけたら帰ったら怒られるわ。もう帰っていいかな。帰らせてください。はい、なんかできたみたいです。なんか鏡踊りが出たらもう終わりっていうことです。そんな感じです。カリスマいくらですか？3080円です。この店ってアルコール飲んでもノンアルでも何食べても値段同じなんやね。あ、飲み放題食べ放題式？すっばらしいね。今度1日かけてここで飲んでよ。あかん。あれ、いらないのかなこれ。あ、取った。ではカリスマ、今日もありがとうね。ここなんていう店やったかな。居酒屋黒潮美容室。やっぱり居酒屋ってはっきり見えるように書いといた方がいいよ。そんな感じですか。そうです。以上、頑固親父さん。はい、あれ配達行かないの？タコゾウさんの配達は今待機中です。ベビーカステラ売ってるからな。はい。